南海2300系電車は南海電気鉄道に在籍するズームカーの1系列。現在、ズームカーの最新系列となっている。2005年3月31日より営業運転を開始している。高野線の山岳区間である橋本。極楽教間を走行可能な車体長17メートルの2、扉車、ズームカーである21001系、22001系、 2200系の置き換えようとして、1990年に2000系が運用を開始した。その後、山岳区間途中駅の乗客の減少により、山岳区間を2両編成単独で運用できる車両の導入が必要となった。そこで、本系列2両編成4本の導入が決定された。当初はワンマン化、二連化を除いて、 ほとんど2000系と共通化した思想で投入される予定だったが、直前に高野さんが世界遺産に登録されることが決まり、それにふさわしい新車として投入されることとなった。なお、2005年10月以降は運用が少なくなった南波までの直通運転では、南波橋本間は2000系と並結して運行し、山岳区間は直通運用。 区間運用とも単独でワンマン運転を行っている。本系列のナンバ乗り入れは、平日、極楽橋9時10分発ナンバ10時46分着、折り返しナンバ11時発、極楽橋12時40分着の一往復のみの運行となっていたが、2008年11月1日のダイヤ改正をもって、本系列のナンバ乗り入れは、完全に消滅した。これによって、 橋本以南も運転する快速急行並びに南波橋本以南方面とを投資で行き来する特別料金不要列車はすべて2000系に再び統一された。なお、現在でも多客機には臨時で南波まで乗り入れることはある。この際、さらに本系列2両を増結して4両で運転される場合があるが、この場合、橋本以南の山岳区間は通満運転となる。 従来の2000系との違いを基本に概要を説明する。車内保温系列には全編成に以下の相性が付与されている。現在の車両鉄道博物館南海電気鉄道高野花鉄道プロジェクト2300系の車両に高野花鉄道のヘッドマークを掲出します。ありがとうございます。